もともと新規就農者で、です。私、40歳になってからこっちに来たわけですけれども、ずっと消費者だったわけですね。で、消費者的に、考えたときに、その圃場の中がどうなっているのかってやっぱりわからないので、消費者目線で見たときにそういったところの証明があると、安心だと思ったので、初めから取ることにしました。安全対策、例えば事故が起こって事故対応に1時間かけるのと、例えば探し物をするのに1時間かけるのよりは、安全対策に1時間かけるとか整理整頓に1時間かけた方が効率がいいし、ただその仕組みを自分で一から作ろうと思うとものすごい労力が必要なんで、なのでそういうのがないのかなって思って探してたいのがギャップでした。もともとは平成26年に就農したんですけども、その時から食品安全とかって多分今後のキーワードになってくるだろうなと思って、取り組みは始めたのはその頃からもう始めたんですね。ただ実際にはなかなかその両親がもともとやってて、その両親のやり方っていうのがあるので、なかなかそこで折り合いがつかなくて、なかなかちょっと進まなくて、ちょっとずつちょっとずつやってたんですけども、家内が来てからその家内経理でいろんなことをお願いしたら済んだりいくようになって、それで2年ぐらいで取れたっていう感じですかね。ギャップには少し興味があったんですよ。あ、そうなんです。あったけど、こういろいろ調べてると、これ要は国がお金払ってやるやつあるじゃない、これは無理だなっていう。その時まではおいしまるのこと全然何一つ知らなくて、で偶然普及部のこと話してて、おいしまる認知を知ってますって言うけど、何それ。普及部の方も初めてみたいで、お互いもう勉強しながら、やっぱりいろんなものの整理ができたので、特にそのいろいろな資材とか物の住所を決める、場所を決めるっていうことができたんで、すごくそういうものを探す時間が少なくなったっていうのは、よく多分ね、セオリー整理とかそういうのって、よくそういう、ことってよく言われると思うんですけども、やっぱりそれが一番感じましたね。大島で認証を取るメリットなんですけども、一番のメリット、実際販売面で高く売れるとかっていうのは、結果として後からついてくる話であって、取ったから高く売れるっていうものではないんですね。だけどその、普段の、農作業の中での、気をつけていることだとか、そういったところを、リスク評価をして、それに対する対応をしていくっていう考え方を身につけられるっていうところが最大のメリットだと思います。単価は上げてはないんです。要はだいたい他の人と5円10円の差はあるんですけど、同じトウモロコシ出してたとし、スイートコーン出してても、例えば取ってない人30パック出してます、私も30パックで売れ行きが全然違うんです。次の日持ってきてうちのはなくなってるけど、その人のは残ってる。たまに声かけられるんです、陳列してるとお客さんに、これ何とか、農薬とかのちゃんと管理して県が監査してるしてますよっていうシールなんですよと、ああそうなんだ、じゃあ買ってみようかなって買ってくれたのが多くて、ファンができたのかなって変ですけど、今取りたいっていう人には単価上がんないんでしょと言ってくるんです。上がんないよって、でも他より売れるよとは言うんです、同じ品目でも。項目多いですけど、とにかく一つ一つ見てもらうと、一つ一つ必ず皆さんやってることなんで、簡単なことです。
全部自分たちやってることだと思うんで、新しいことはほとんどないはずです。で、逆にあるんだったらそれをやらなきゃいけないことなんで、という気づきになるかな。あ、もう多分最初からでしたらもう本当にさらなんで、もう本当に最初から物の置き場所からとか書類からっていうのは多分もう一からできるんで、比較的多分やりやすい人たちだと思うんですよ。ですからもうぜひそんなに難しく考えなくてもいいと思うんですね。最初はやっぱり私もすごく難しいものだと思ってて、こう何かこうハサップの工場でも建てるようなイメージすごいなんか綺麗なところでやんなきゃいけないみたいな感じだったんですけど、意外とやってみるとそこまででも、まあ、そこまでってきちんとしなきゃいけないんですけど、そんなものすごい、ね、工場のようなものを作るもんじゃないんで、まあ、その辺がねちょっと最初私自身も誤解してないですけど、その辺をやりながら一つずつ解決できたんで、まあ、よかったかなと思いますね。僕はギャップっていうのは経営の仕組みだと思ってるんで、その仕組みを使うのがいいか使わないのがいいかになっちゃうと、やっぱ使った方が経営はやりやすくなると思うんで、ギャップを取得しないっていうのは経営を難しくするのなのかなって思ってます。1点だけあります。ですね、うちはまあ乾燥いちごを作っていて、それは重さで何グラムで売ってるんですけれども、その測りですね、まあ、それもまた測りの認証があるんですけど、それを取得した測りを使って、まあ、うちの場合15グラムとか20グラムっていうのを測って出荷しなきゃいけなかったんですけど、そんなこと知らなかったんで、それこそ1000円ぐらいの安い測りでやってたんですけど、まあそのまあ、ちょっと高い高価な測りを導入する必要がありました。まあ、といっても1万5000円ぐらいですね。やらなきゃ分からない。そうなんです。それもやらなきゃ分かんない。ある意味、法律なんで、実は知らず知らずに法律違反をしているということになります。なんかライトももらってきたやつ使ったりとか、もう買ったのこれとか、台車とか、ほうきちりとりとか、1万円かかんない。やっぱり農薬関係ですね。あそこら辺の管理がやっぱり片手間でやってるとどうしてもまあ一家になる可能性も怖かったんで、逆に誰か毎回チェックされる方が緊張感持てるじゃないですか。下手なこともできないじゃないですか。そうですね、やっぱりいろいろなリスク管理ですかね。意外とリスクって、そう、リスク評価ってやりだすといろいろなものがやっぱり潜んでたりするんですよね。食品安全ももちろんそうなんですけど、もう一つ労働安全的なところ、やっぱり農業って意外と怪我とか事故、まあそれ漁師見てても思うんですけど、まあその大きな事故は今のところないですけど、小さい怪我って結構あるんですよ。それも結構多分気をつければしなくて済むものって、結局やっぱり農家って体が資本なんで、そこは本当にそう取り組むことですごくいいことだなと思いますけどね。まあ、その普及部の人とちょっと見てもらいながら、まあ、電話で話したりとかで、実際現場見てもらってこれぐらいだじゃあどうなんですかみたいな感じで聞きながらやってたんで、あとまあ取った人は新庭さんねいらっしゃるんで、あ、じゃあここがダメだったんだらじゃあそこを改善しようとかという感じでできたんで、まあ、それで多分最初の審査の時もそんなに大きな是正項目もなくていけたんですよ。おいしまねに関しては落とすための審査でないなと思ったんです。取ってもらうための審査かなと思う。だから是正事項が出てもそこでダメじゃなくて、じゃあいつまでに直してくださいって、こことここっていう、そういうのをしっかり言ってくれてるんで。でもやっぱ受ける前の是正が出たら印象悪くなるんじゃないかとか、多分ね、そういうのはあると思います。俺もありましたもん。完璧に作っとかないとダメなのかなっていう。でも実際受けられたら、まあ、2つ、3つぐらいあったかな、是正は。まあ、僕はもう経営目線でのギャップしか考えてなかったんですよ。だけど、まあ、経営をする上でそのギャップをちゃんと取ろうとか、ジャスちゃんとやろうとかってしていくと、結果消費者のことも守れる
仕組みではあるんで、もうあのお互いにとっていい制度だと、なんかもう消費者だけを守るとか生産者だけを守るじゃなくて、お互いにとっていい制度なのかなと思ってます。多分これから絶対ギャップっていうのはどこ行っても必要になってくると思うんですよ。まあみんな取って、せっかく作った認証制度なんで、島根だけじゃなくて全国に大石島根認証はこんなしっかりしてるもんだよっていうのを持ってきたいし、その手始めとしてまず身近な仲間で大石島根認証を身近な人たちに知ってもらいたいなっていうのが一番の思いです。普段日々やっていることをとにかく証明するっていうことなんですね。で逆にそれをやらないとどんなに努力しててもそれは見えないので、分からないというか評価されないんですよ。で、まあ、今後どん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 そういった認証取得っていうのは当たり前になってくるので、まあ、やらないことがデメリットになってくるはずなので、まあぜひやっていただきたいなと思う、取った方がいいと思います。まあ、そうですね、あんまり難しく考えずに、多分それなりにやってることだと思うので、もうすでに、まあ、それを文書化したり整理したりすることがほとんどの作業かなっていうことだと思うんですよ。なんで、まあ、最初だけちょっとその整理するのが書類と整理とかって大変かもしれないですけど、基本は多分皆さんできてることなので、そんなに難しく考えずにまず一つ一つ潰していけば必ずできるので、ぜひ取り組んでもらいたいですね。